この先へ行くのはやめておけ。恐ろしき剣術よ。種ならしがなければ破れぬぞ。これをわずかだがそなたに託そう。フクロウのせがれよ。お嬢殿、言ってください。そなたはなすべきことをなすのです。わかりました。さて、やろうか、せがれ殿。
やるじゃないか、せがれ殿。ならば、我が幻に惑え。楽しんでおくれ、せがれ殿。苦労のせがれよ。まだ子犬よ。
さなどまだまだ子犬よ。目覚めたようじゃな。因果よの。なかなかに死にきれぬようじゃ。どうした？理由がいいよ。よどみのあふれで振りまかれ、やがて死に至る病じゃ。なんだと？わしのことなら心配いらん。会いに行くとまともじゃないんでな。じゃが、喋るのは面倒じゃ。あとは、エマに聞け。物資殿には会われましたか？ああ、あれは。はい。我が師道元より聞いたことがあります。流因は改正の力を授けることができる。しかしそれは常ならぬ力。繰り返せばやがて淀みが溢れ、関わった者に病として降りかかる。その病を流害と呼ぶと。知りながらそれを止められなかったは私の不明です。すみません。その流害を治す術は？わかりません。ですが、突き止めねば。まずは、死の残した記録を当たってみます。頼む。では、また。
やるじゃないか、せがれ殿。ならば、我が幻に惑え。高みの見物と、しゃれこもうか。存外に、やるものだな。苦労のせがれよ。腕を上げたね、オオカミ。
私のため、そなたは戦ってくれた。捨て置くことなどできるものか。狼よ、我が血と共に生きてくれ。何をしている？ああ、あなたですか。竜骸の調べのため、物資殿が吐いた血の塊をいただいていたのです。血の塊？はい。咳と共に出たものです。血の色がわずかに淀んでいるような。しかし、これだけでは定かには。できることはあるか。竜骸にかかった者が吐いた血の塊。それがもっとあれば、より詳しい調べをできます。竜骸にかかった者がいれば、当たってみよう。お願いします。では、また。調べのため、物資殿の他にも。わかった。お願いします。では。嵐がなければあの幻術はや森役の務めと勇んでみたが、平田はしまいじゃ母だけでも逃がさねば。種ならしがなければ。恐ろしい、若様が。
ね。死者たち、一心の病、やはり重いようじゃ。うん、たとえ源一郎が俺ど、アシナの国長くはなさそうだの。してもう一つの任は、城の蛇谷の側が黒笠で騒がしいようじゃ。ならば次はそちらよ。だが最新にな、黒笠の無事な生中にはやれぬぞ。
本当にあれを戦に使うつもりかの。ああ、だが仕方なかろうて。アシナは今や存亡の危機、なりふりなど構っておれぬでな。じゃが、ええ、ちゃんとせえ、ちゃんと。そんな風では巻き込まれちまうぞ。一度怒れば敵味方の別などなかろうでな。何？兵士は兵士はどうした？
Thank you.